はいどうも、ムラヤンです。本日は飲み歩きではなくて食べ歩きの方行ってみたいと思います。最近ね、ちょっとお酒を飲みすぎてる状態でね、ちょっと気をつけなあかんなと思いまして、まさにねこの暑さでね、ちょっとね体力的にもグロッキーになりそうなんでね、ここらでねちょっと美味しいねもう食べてね、力をねつけていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、今回はミント神戸に来ております。こちらのビルの8階にあるお店に行こうと思っております。早速店内へ。8階に上がってきました。今回のお店はこちらでございます。アレグリア様。ランチメニューもプレートがあったり、食べ放題があったり、いい感じです。店内もおしゃれな雰囲気。今回ね、ソフトドリンクのバイキングもつけております。ドリンクもね、ワインとかも美味しそうなものもたくさんありますよ。おお、肉の種類もいろいろありそうだ。楽しみです。ソフトドリンクはね、カウンターから自分で入れてください。こういったサラダもね、ワンプレートなんですけれども、初めに出てきますんでね。肉以外はね、基本的にはまあバイキング別料金ですることもできるんですけども、まあ全てのね副菜はね1回は出てきますんでね、まあ食べ放題してもらってもいいし、もう1回のみのね料理としてね楽しんでいただくこともできると。もう肉がね食べ放題なんでね、まあそれ以外のね、もっとこういったサラダとか副菜もね十分なボリュームがあると思いますんでね、もう肉の食べ放題で楽しんでいただくのがね一番いいかもしれないです。まあおいちゃんは今回ねアルコールはねやめておいたんですけども、まあアルコールのね飲み放題もありますんでね、お酒がね飲みたい人はね頼んでいただいてもいいと思います。今回はねまあおいちゃんさん飲みすぎてるんでね、ちょっとね休館日という形でね、お酒の方は控えさせていただいております。でもね、この肉もねむちゃくちゃ美味しいしね、もうサラダもねとてもおしゃれでね最高でした。もう肉もね目の前でねこういう風にね切っていただけると、それ自分でね受け取る、これがいいと。もうね食べ放題はいい感じです。もう食べまくりです。うん、肉もねいろいろ、まあ豚とかね牛とかね鶏とかねいろいろとね出てきますんでね、まあ自分のね苦手な肉の時はね、あこれはいいですってお断りしていただいてもね大丈夫なんでね、好きな肉をねたらふく食べると、これがいいと。うん、むっちゃ美味しい。もうね、もうこの肉にねつけるねソースもね別でありますんでね、ちょっと味変したりとかねもできますんでね、安心してください。これはパイナップルもねもうきますんでね、うまいんですよね。お肉がねもう最高でした。いろんな肉が出てくるんでね、本当にね、うん、肉ごとにね歯応えとかね、うん、味も全然違うんでね、それを楽しんでいただけると最高のお店でございます。もうね満面の笑みでね肉食べまくってます。めっちゃ美味しいっすよ。うん、もう本当にねいろいろとねお野菜も出てくるし、ドリンクもねソフトドリンクめっちゃ飲んでます。これじゃ意味ないよってね。でこういったねカレーライスとかもね
出てきますんでね、まあ、ご飯の量はね、大中小と選びますんで、まあ、今回は中かな、選んでおります。うん、これもね、優しい味のカレーでね、とても美味しいです。さあ、どんどんいっちゃいますよ。うん、ソーセージとかもね、絶品です。うん、もう食べて食べてね、食べまくりました。もうお腹がね、満腹でございます。まあその時はね、こういったね、プレートがあるんで、ね、これをひっくり返してね、もうこれ以上食べれませんと言ってください。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、アレグリア様、いかがでしたでしょうか。もう笑うしかないぐらいね、食べてまして。まあ、撮影を撮るか、食べるか、すいません。食べる方を選んでしまいました。だからね、むちゃくちゃ食べてるんですけどね、撮影自体はね、そんなには撮れてないと思います。本当ね、肉がね、どんどんとね、もう、次から次へと来るんでね、もう食べてるか、もう食べてる間にどんどん肉が増えていくというので、お腹いっぱいです。まあ、肉がね、とても美味しかったです。まあ、サラダもね、とてもね、おしゃれで、ね、美味しかったんでね、ぜひね、ミント神戸の8階になりますんでね、ぜひ来ていただいたらね、美味しいね、シェラスコロール食べれると思います。本当にランチメニューでね、ほんの1000円でプレートとかもありますんでね、お得に食べることもできると思いますんで、ぜひ、美味しいお肉が食べたかったら、アレグリアさん、来ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。